戦う姉さん、ソピだよ。私の YouTube チャンネルへようこそ。私は日本はもう6年間ぐらいずっといるんだけど、日本に来たばっかりのところは、日本とスウェーデンの違いをかなり気づいたんだね。たくさんある。なんだけど、最近はちょっと考えてみたら、スウェーデンと日本はね、意外と共通点もすごくあるよ。で、結構ね、他のビデオとか見たら、スウェーデンと日本の違いは何だろうってビデオとかが多いんだけど、私は結構ね、共通点にもすごく興味がある。だから今日はスウェーデンと日本の共通点は何でしょうってちょっと調べてみたよ。このビデオに私が持ってるスウェーデンと日本の共通点をちょっと集めてみた。じゃあ最初はちょっと文化的な共通点。スウェーデン人と日本人は両方家の中の清潔さ、そして家の中のマナーをすごく大事にしてる。すごく有名な例だと思うんだけど、スウェーデン人と日本人はね、家の中に入るときは靴を必ず脱ぐよ。これは靴脱ぐときはすごくスウェーデン人の常識になる。あとは他の家に関係ある共通点なんだけど、家の中が散らかってない状態であるのがすごく大事。私も自分のアパートとかスウェーデンの実家とか散らかってない。で、私の日本人の友達の家とか、あと特に伝統的な日本の、まあ、和風の家に入った時はね、すごくね、物が少ないってちょっと気づいた。特に部屋の中とかがすごくオープンスペースが多い。だからそのミニマリストな考え方はスウェーデン人はすごく有名だと思うんだけど、日本人もちょっとミニマリスト感も入ってるんじゃないってちょっと気づいてきた。スウェーデン人と日本人は両方シャイだよ。スウェーデン人の友達と話するとみんなはこれわかるんだけど、例えばバス乗り場でバスを待つときはできれば知らない人から2メーターぐらい離れなきゃいけないの。で、バスの中とか電車の中とか、知らない人の隣にしか空いてる席がなかったら、その席に座るより普通に立つ方が好きみんな。なんか知らない人とあんまり喋りたくないよね、スウェーデン人。で、日本人もちょっとシャイなんじゃないかな。で、ちょっと知らない人に対して被災目で動いてると思う。スウェーデン人と日本人の宗教の考え方は結構似てるよ。スウェーデン人と日本人は結構ね、統計的には無神教の人が多いんだよ。で、スウェーデン人は一応教会に生まれてくるんだけど、無宗教の人もすごくいる。無宗教の人が多いって言っても、スウェーデンと日本は両方すごく民間伝承が多いよ。スウェーデン人と日本人は両方朝ごはん大好き。先生、食べるご飯は違うんだけど、スウェーデンに住んでた時、そして日本に住んでた時は必ず毎日朝ごはん食べる。で、日本人の友達の家も泊まった時は必ず朝ごはんどうって聞かれて、みんな食べるなってちょっと思ってきた。あとは日本人の友達に聞いてみたら、スウェーデンって多分日本人に対する一番なんて言うね、わかりやすいご飯はミートボールじゃない？イケアとかのミートボール。で、日本人の友達にも聞いてみたら、小学生ぐらいの時の給食にはミートボールとマッシュポテトもすごく人気だったらしいよ。私はそれ聞いたらすごくビビった。スウェーデンも一緒。ミートボールとマッシュポテトとクリームソースとかも出るのはすごくすごく人気だった。だから意外と食事も似てるポイントがあるんじゃないかなってちょっと思ってきた。日本に知られているスウェーデンの会社は一番大きいのはイケア、あとはボルボ。スウェーデンの車が結構日本に人気だそうだね。サーブもみんな知ってると思うんだけど、それもスウェーデンの会社だよ。あとは H&M もスウェーデン。スウェーデンに知られている日本の会社は一番大きいのは任天堂。任天堂は80年代くらいからスウェーデンに入ってきて、私も子供の頃はよくしたゲームはポケモン、あとはソウルカリバーで、あとは、なんだろう、マリオカート。今までにも私一番好きなホラーゲームは日本の制作だよ。どっちなんでしょ？ゲーム以外は、スウェーデンに知られている日本の会社はね、スズキなんだよね。私も子供の頃は、スズキはお父さんがオートバイク乗ってたんだから、スズキはダートバイクとかばっかり作ってる会社だと思ったんだけど、日本に来てからは、まあ、いろいろやってるなぁ。でちょっと分かってきた。山崎もすごく人気だった。あとスウェーデンには日本のアニメも結構人気だよ。で、子供の頃には TVFM っていうチャンネルがあったんだけど、そのチャンネルにはセーラームーン、あとはポケモン、あとはディギモンも見えたよ。
でその番組は全部ねスウェーデン語だったよ、日本語じゃなくて。でセーラームーンのウサギちゃんはアンネリーっていう名前が付けられたよ。それははっきり覚えてる。なんかスウェーデン人は意外とアニメが大好きなんだよ。私も一番好きなアニメもスウェーデンにあったんだけど、ベイブレードだったよ。すごく好きだった。あと日本にはスウェーデンの児童文学も意外と人気、日本人の友達から聞いた。スウェーデンのピッピロングストルンパ、長靴下のピッピが日本にすごく人気らしい。あとはそれだけじゃなくて、同じ作家により書かれたニース・カールソン・ピスリング、ニースの不思議な旅もすごく人気。アスリル・リングリアンっていう作家なんだけど、スウェーデンにも、まあ、永遠に大人気だね、その人。スウェーデン人の子供たちがみんなすごく好き。スウェーデンと日本は両方ね、村の文化の根源が強いよ。国としてなった前はいろんな地域があったんだけど、それぞれの地域はやっぱり一つだけの宗教がなかったよ。大きい国として団結されてきたら、一人だけの元首の下に収められてきたら、やっぱり宗教を使ってその大きないろんな地域を一つだけの国にする方が一番早いんだけど、スウェーデンと日本は両方ね、その一つだけの国、いろんな地域だけじゃなくて一つの国になったのがかなり遅かったよ。さっき言った民間伝承がすごくあるよって話したと思うんだけど、それは多分その村の文化が強いんだから。宗教がそこまで広げなくて、いろんな信念があちこちいろんな地域にあったんだから、いろんな村とかに行ったら信念が変わってきた。私も今スウェーデンの民間伝承はすごく詳しいんだけど、日本の民間とかはそこまで詳しくないんだから勉強したい。だけどどこから始まればいいかは全然わからないから、みんなもし本とかおすすめがあれば、ウェブページとかおすすめがあればぜひコメントで教えてください。で最後のポイント、スウェーデンと日本にはね姉妹都市があるよ。スウェーデンのレクサンと日本の東別は姉妹都市だよ。でその東別に行ったらスウェーデンの村があるよ。スウェーデンヒルスと呼ばれてるよ。私は結構前調べたんだけど、姉妹都市のおかげであるって全然知らなかった。結構行ってみたいね。なんか写真見たことがあって、でそこのミッドサマーパーティーとかはすごくすごく面白そう。日本とスウェーデンの共通点を自分で考えてみたらそのぐらい考え出すね。みんなは同意するか同意しないかはコメントで教えてください。あとスウェーデンに行ったことある方とか、スウェーデンにもちょっと詳しい方とか、自分のこれも似てるんじゃないって思ってることがあれば、それもコメントで教えてください。みんなの意見すごく気になる。最近はやっぱり世界にいろいろあったと思うんで、自分の違うポイントとか探すより自分の共通点を探した方がみんなに結構いいんじゃないかなってちょっと自分も思います。やっぱりお互いは血がつきたければ、自分がどこが違うかではなくてどこが似てるかって見るのが一番仲良くなりやすいと思う。日本とスウェーデンは先生離れてるんだけど、意外と自分で考えてみたら文化が全然違うなって最初思ってたのに、意外と似てるポイントとか、意外とお互いの文化からインスピレーション受けてるんじゃないって本当に気づいた。それはすごく良かった。自分で他の共通点を見つけたら、それとも同意するよ同意しないよとかっていう意見があればコメントに出してください。それとも私のインスタ、TikTok、それとも Twitter にもぜひぜひ意見を聞かせてください。あと私の YouTube チャンネルにも登録をお待ちしております。じゃあみんな今度のビデオにまた会おうね。バイバイ。